どうもなおちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は新しい妖怪を育ててみました。さあクロウニと戦ってみましょう。パーティーこれです。ジミージミートゲニャンですね。アタッカーは弱いやつでもいけるんですかと、そういった質問が来ました。やってみましょう。ジミー、E ランクだね。ただこのジミー、いいところがあって、それがね、敵から狙われないのよ、スキル。もともとが目出し帽を装備してるようなもんなんで、装備のところがフリーになってます。なので逆転の鏡と流星のバッチ入れてます。まあ、どうしても素早さがね、劣ってしまうのよ。ランク高いやつには。なので、装備品でなんとか素早さを補って、敵が一回攻撃するにあたって、こっちも一回攻撃できる。そういった感じにしてます。まあ、トゲニャン頼みなところはあるけども、行ってみましょう。いや、おそらくあれだよ。おそらく、プラチナ核とか、その辺入れた方が、このパーティーでは多分、安定すんのよ。でも、トゲニャンで行くっていうことに意義があると思う。行ってみましょう。さあ、来るのだ。ちょ、思ったんだけど、これ、B 連打とか、どうなの？あ、無理だね。B 連打しても、これ無理だわ。うん、B 連打したら、こう、スタミナも使わずに、なんとかいけるんじゃないと思ったけど、全然無理だね。好奇心の腕はありがとうございます。どっちに来る？どっちに来る？そっちか！そっちか！じゃあ俺はこっちに行くぞ。おっと悩んでる悩んでる？どっちに行くか悩んじゃってる？こっちに来る。あ！ワープしやがった。まあいいや。いいや。最初だね。問題は最初。行く！よし。あー！もう一回、オッケー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 。では、肉でいいか。全開するっしょ。あ、全開はしないけど、まあ大丈夫ね。オッケー。敵が必殺技使った時には、技でトゲニャンに、こうすると。オッケーオッケーオッケー。ちょっといつもそこでね、結構やられちゃうので、しっかりと確認していこう。え、ちょっと待って、トゲニャンの好物なんだっけ？まあいいや。うん。肉で全然回復できてるんで、いけます。はいはいはい。やっぱ裏でね、いい仕事してくれるのが、花坂 G よ。うん。あ、まあまあ、花坂 G じゃなくてもいいけど、お世話がやっぱり、いい仕事してくれる。クリティカルで100いかないの？いや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 、つむじ風とか全然使わなくていいからね。やば、あ、待って、待って、待って、バカ野郎、もうちゃんとやったじゃん。やっぱり難しいな。やっぱり難しいわ。うん、スピードをさっと落として、で、そこで、技に行かなきゃいけないから。いやいや、これやっぱもうちょっと慣れが必要だな。もう一朝一夕できるようなことではない。まあ、次は、ちょっと失敗しないようにしよう。敵がなんか必殺技をね、溜め出すと、ちょっと焦るんだよね。焦っちゃダメ。焦っちゃダメダメ。よっしゃ。常にアイテムのところに置いてるからダメなんだよね。技とアイテムのところを行き来するような感じで待機しとけばいいんだな。はい、来い。必殺技いつ打ってきてもいいよ。次は絶対やる。次は絶対やってやるからな。よし、オッケー。いや、むしろなんだろう、これジミーとかもいらないのかもしれないね。もしかして、もうトゲニャンだけで
いいんじゃないかっていうことに今ちょっと気づいた。トゲニャンだけでも良さそうな気はする。でもまあジミーはね、一応クローニには向いてるよ、向いてると思う。だってもともと隠密だから。あぶね、行くよ。おっしゃ、オッケー、これでいいでしょ。いやでもさすがに食らうわ、さすがに死ぬわ。でも200ちょっとだから、全開してた時だったら耐えれたね。危ない、これはやばい、これはやばい。ちょっと待て、あぶねえ、危ない危ない、やられるところだった。てかジミー、一応ね力は140あるのよ。140あるけど全然ダメージ与えられないな。なんでだろう。あ、そうか、攻撃レベルか。攻撃レベルが確かね5か6だったもんね。あーか、ランクで何かあるのかな。いやまあとにかくダメージ全然与えらんない。あ、でももう半分以上は減ってる。まあおそらくトゲニャン、あ、ええちょっと待って、うわバカ、ははは、バカじゃないの？トゲニャンに取り付きとかしやがった。ダメだよ。トゲニャンに取り付いたらトゲニャンが狙われにくくなって、うわあ、もうこれ総崩れだわ。え、ジミーお前、なんてことしてくれてんの？これはやばいぞ。ま、トゲニャンがね、もうとんでもないことになった。ジミー、これお前マジなんてことしてくれてんの、やばい。バカじゃないの、本当に。控えめに言ってもう大バカ野郎だよお前は。お前のせいで全滅しちゃうんだからね。いやー、あのね、ジミー向いてるかなと思ったけど、これ全然向いてない。本当に。全然向いてなかった。取り付きでとんでもないことする。とんでもないしくじりをやらかす妖怪でした。これはまずい。いやいや、ちょっと笑いそうになったわ。ジミーひどいこれ。攻撃も全然役に立たないし、取り付きでやらかすしで、こいつはひどいな。よし、あと一発。オッケーで回復。あとどんぐらい？いやー、まだあるな、まだあるわ。まあまあ最後までちょっと頑張ってみよう。いや、死神の術じゃなくても通常攻撃してきて、じゃないとダメージ与えられないから。ダメージをちゃんと与えれるようにして。トゲガードがやっぱり優秀だ、こう見たら。バカ野郎、またやらかしやがった。あいつまたやらかしやがったぞ。ジミー A、 こいつ、おやいや、お前がガードしても意味ないじゃん。うわー、もうこれはまずい、これはひどいよ。よし、いやー、もうほんとジミーのおかげでもう立て直すのもほんと大変だからね。はい、いいね。うわー、いやー、もう、ちょっとこれ一回ちょっと、これでいいや。よし、こう立て直すのがね大変。やばっ、オッケー、これでいいね。なんとか受けはね、なんとか慣れてきたんだけども、他がちょっときついね。よし、こっから立て直してやる。
時にはラード OK。 アイテムをすぐ使わせて、いやもうむしろさジミーいなくていい気がする。ジミー全然がいらない。うん、ほいバカ野郎、もう本当にさ、なんてことしてくれるんだい。オッケーオッケーオッケー、もう一回やられて、でそこでうん取り付けを消すしかない。もう取り付けがバッドステータスってとんでもないよ。もうやらかさないでよ、もうさっと倒したいんだから。いやもうやらかすなよ本当に。はい、いやもうジミーもう一人は生き返らせなくていいわ、もう全然役に立たない。はいはい、よし、もう全然攻撃もしないしね、素早さが遅くて。上げたとしてもやっぱダメだわ。あー全然黒鬼のステータスにはついていけてない。もうこれトゲニャンだけだわこれ役に立つの。待って、あまあいい、オッケーオッケー、もうジミーいらない、もうジミーいりません、もう足手まといだ本当に。はいはい、もうトゲガードだけしとった方がいいもん。はいはい、もうちょっとだ。なんで最後の最後にそういうことばっかりやる、お前は性格が悪いやつ。よし、おお、普通の攻撃して、よし、はい、あと12発で終わるでしょう。はい、オッケー、ひどい戦いだった、ひどい戦いだったね、これは本当にとんでもなかった。はい、ということで今日はジミーパーティーに入れていったんですけども、まあスキルはいいよ、うん、隠密で、で苦労人には狙われないからいいんだけど、とんでもないやらかしをするっていう妖怪でした。注意してください。まあ使わないと思うけどね。はい、ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。